皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回はわすだろお前マジかよ29K1000番台がついに廃車になる噂について皆さんに紹介していきましょう。 209K1000番台って言ったら JR 東日本最後の GTO 車で有名ですが、悲しいことに間もなくこの電車は運用を終えそうです。そればかりか下手したらもう営業運転を終えたんじゃないかっていう風な可能性さえあるですよ。今回はそんな209系のお話について皆さんに紹介していきましょう。働き209系1000万台がなんと1週間以上中央線の運用に一切ついていないことが判明しています。209系なんと1週間以上も運用についていません。いわゆるダイソーとかそういう感じでもなく、本当に一切、トヨタの方の車庫から出庫してないことが判明しています。ちなみに209系の運用は実を言うと決まっており、どうやらネットによると、運用は 97T、そして 99T の固定で運用されていると言われています。一応運用の履歴を見ると確かに運用されている日は、8割9割 97T、99T に入っています。それ以外の運用に入ることは結構珍しく、しかも大体そういう時って基本的に事故とかそういうなんか大幅にダイヤがぐちゃぐちゃになった時限定っていう感じですね。ただ基本的には 97T、99T の固定運用っていうことで、運用の情報を見ると大体この運用ばっかり入っていることはわかるでしょう。ちなみにこの 97T、99T の運用は、ちょうど209系の定期運用の範囲と合致していますね。東京から高岡、青梅線内は原則なしという感じの設定の209系ですが、実際それを反映していて、97T、99T ともに東京から高岡しか運用上設定されていません。一日中そこら辺を往復する感じですね。ちなみに209系って実は運用開始当初は定期ダイヤで中央特快の運用が一切なかったですが、なんか気づいたらちゃっかり 99T の方に若干入ってますね。昔は東京から高尾の片側傾斜が気づいたらなんか反対側の方も、まあ要は高尾から東京の方も一本設定されてますね。なんかいつの間にか増えていて個人的にびっくりしました。あと運転時間も結構昔より広がってますね。昔は結構朝夕とかを中心に走っていて、そんなになんか遅い時間までは走ってなかった印象ですが、なんかどうやら気づいたらもう23時とかその時間まで走るそうなんで、結構ネットでも209系の運用時間帯とか広がってるっていう風に言われてますが、まあ確かになんか導入当初よりこの209系運用範囲広がってるなーっていう風には感じましたね。ただこういう風に運行範囲が広がるのは納得の理由があります。それは純粋に E233 系の運用数を抑えるためですね。E233 系最近、あの中央線グリーン車が登場しましたが、あのグリーン車を組み込む工事ってやっぱり大変なんですよ。事前準備とか、場合によっては組み込み元の編成が更新工事も同時に施工する場合があるため、このことを加味したら残念ながら E233 系がしばらく運用に入りません。やっぱりこの離脱は結構長いという風に思われるため、このことを加味すると E233 系を一部ですが不足することがもう明確なんで、それに対応する打開策として209系の担当するダイヤを増やして、その一方で E233 系はちょっとお休みしやすくする。こうすることで E233 系の不足に対応しやすいため209系の運用が拡大していくのは妥当かなっていう風に感じます。あと地味に最近青梅線の4両編成電車が O 編成から P 編成に改造される、まあ、要はワンマン改造工事を実施したため、これによる欠員も想定されることから209系がやっぱり中央線の運用にいっぱいつくことで、場合によっては中央線の本線向けの4両編成を場合によっては O 編成の運用に当てることもできます。まあもちろんこれは緊急対応っていう感じなんで、さすがにそれ前提で後期は設定したでしょうが、209系が運用数を多めに持っておけば、その改造に対しても
対応力を持つことができます。だからこそ299系が特に運用数が増えやすい平日で、めちゃめちゃ運用を多めに持ったのかなっていうふうには感じますね。結構走行距離も長く、平日については2運用ともに、6時台から23時台とか、5時台後半から22時までとか、まあ、結構走る時間長いですよ。まあ、相変わらず休日については、1往復だけで、やはり運用数が多い平日をベースに走っている感じですね。まあ、とはいえ休日も一応、運転手さんの就職訓練とか、休日が続きやすいゴールデンウィークとか、そのシーズンでも最低限電車を動かして、錆びないようにするとか、一応そういう対策もありそうですね。まあ、とはいえこんな風に明らかに中央線209系は、平日の運用数の補填を露骨に意図している感じのダイヤになってますね。かなり走行距離も長く、どんどんその傾向が強くなっていったので、驚きです。ですが、悲しいことになると実は1週間くらい運用に入ってません。LOOOL とかそういったサイトを見ると、普通になんか1週間以上履歴が残ってるんですが、その履歴を見ると一切運用に入ってません。ネットでも299系が普通にお引き受けしていることが判明しており、あながちこの情報間違いじゃないかなっていうふうに感じます。どうやら1週間以上、少なくとも今現在、金曜日なんですが、その1週間前の金曜日から営業運転入ってません。もしかしたら動画投稿時点で営業運転入る可能性もありますが、まあ、とはいえ1週間くらい営業運転から離脱しています。普通に考えておかしいですよね。ちなみにこの E233 系の運用離脱説については結構驚くことが分かっています。というのもこの299系最近運用を離脱したかもしれませんが、この離脱をする前から結構変でした。具体的にどういう感じでおかしかったのかっていうと、さっき紹介した299系固定運用の平日 97T、99T について、普通にダイソーが入ってました。基本的には299系が担当するこの運用ですが、なぜか E233 系が担当することが多かったですよ。普通になんか片っぽもしくは両方を E233 系が担当することが非常に多かったです。両方とも299系っていう従来の運用とは違う感じで、まあもしかしたらもちろん最近299系の運用が変更された可能性もありますが、ただちょっとあれっていう風には感じましたね。一応1、2週間前になんかダイヤがぐちゃぐちゃになって、本来299系が入らないはずの運用に入ってましたからね。一応そういったダイソーも少々あったんですが、ただそれを加味してもちょっとおかしいですね。いわゆる E233 系の代用担当日がちょっと異常に多すぎます。パッと見た感じ、運用離脱の1週間以上前からちょっとなんか、209系書店運用の履歴について E233 系が代わりに入ったことが結構多かったです。まあ、要するにこんな感じで209系がなんか離脱らしきことをする1週間以上前からなんか、所定 97T、99T 運用に入れないことが多くなって、ちょっとおかしなことになってましたね。とまあ、こんな感じで209系が最近運用を離脱した疑惑が浮上しているんですが、ではどうしてそんな疑惑が立っちゃうでしょうか。一応可能性ですが、もしかしたら中央線の電車が減便された影響が結構大きいかもしれません。中央線今現在運用数が減っていて、22年改正では、ラッシュの時間帯とか含めて、減便されました。他にも中央線に関連する、青梅線とかそこら辺も減便されており、要するに中央線の電車が、今現在余っています。もともとは、この299系って、中央線の、予備車が少ないから持ってきたんですよね。常磐観光線でもともと、E233 系統一し、小田急線の直通運用を、拡大していこうとか安定していこうとかそんなことがあって、この299系は常磐線から追い出されましたが、ちょうど中央線で予備車が欲しかったんで、重量編成かつ 6M4T 地下直対応の高加速力を実現した299系の1000万台がちょうど中央線の運用にぴったりだから使われました。まあ、ちょうど中央線に持っていけるタイミングってのも大きかったですね。当初は中央線コーナー前ってこともあり、特に減便されることもなく、いっぱい運用がある中、この209系が、もしもの時の予備編成として活躍していく予定でした。ですが、2020年頃、ちょうどEDサーサー系が追加で作られ、これも
予備の編成として配属された後、もしくは配属される前くらいからコロナウイルスが本格的にやばくなって利用者が減っちゃいました。そしてその影響は未だに若干残っており、なんか利用率がやっぱり1割ぐらいは落ちてるそうです。その結果減便をしたんですが、当然もともと29,000万台ってこんな減便想定せず転属しています。まあ、要は本来は29,000とかを減便せずに運用数を確保するために持ってきた感じですが、一方で最近普通にコーナーによって減便する羽目になり、その結果 D サーサー系が数平成本来は運用についていたはずが暇になっています。だからこそこんな感じで、本来は運用を持っていたはずの E233 系が持っていないことになっちゃって、209系と同じ感じで予備編成相当余裕が生まれました。まあ当然ですが、これによって209系導入当初の目的である E233 系の予備車っていうニュアンスは一気に薄れましたね。そういうこともあって、もしかしたら最近運用を離脱する運びとなった可能性結構あるなーっていう風に感じました。それでは今現在中央線 E233 系が209系の運用にばっかりついてますが、今月中にも廃車になったりとかそういうことがありえるでしょうか。結論としては結構その可能性は低いんじゃないかっていう風に思ってますね。あ、ちなみに理由は2個ありますよ。てか2個って言ったら姉妹って言ったら、私、しおとめはじめと私のお姉さんであるクレイミーが挙げられますね。ちなみにクレイミーは私の1個上のお姉さんです。最近自分にそっくりなロボット、ネコミーも作って、ネコミーともお話ししてますよ。まあ、その姉妹の話は置いといて、まあ、こんな風に2つの理由があります。1つ目の理由としては、209系はまだまだツアーとかそういう系で使うことですね。209系の1000万台は、おそらく JR 東日本最古のGTO インバータの電車です。多分私の記憶では、訓練車とか、そういう系統を除いたら多分これが最後の GTO 車っていう風に思いますね。もしかしたらちょっと燃えてるところあるかもしれませんが、少なくとも JR が保有している電車について JR 東日本では多分最後の GTO 車かなっていう風に思われます。他の会社だったらまだ全然 GTO 車ある記憶ありますが、多分 JR 東日本、特に関東エリアでは最後のGTO インバータなんで結構レアなんですよ。多分この動画を見てる方の多くはそれを知ってるはずですからね。鉄道ファンの多くは結構このことを知ってため、普通にそのことを活かさないわけがありません。クラブツーリズムとかそういうところで何らかのホロツアーを使って金儲けをするってのは全然ありえのかなっていう風に感じます。ちょっと金儲けっていう風に表現しましたが、まあ特にその金儲けはそんなに悪いことでもありませんし、まあ普通に合理的な方法かなっていう風には感じます。人が集まりやすいツアーを作って儲けるってのは、まあいわゆる旅行の鉄板ですからね。それに209系が利用されるのも別に悪くない話ではあるでしょう。多分 JR 直販サイトで普通に完売するでしょうから、なかなか手数料もそんなにグループ内では発生しないでしょうから、相当お得にできんじゃないかなっていう風に感じます。まあこういった感じで、いわゆるツアーとかそういう系統にまだまだ充当できるから、あえて残しておくっていう考え方がありますね。そしてもう一個は、グリーン車の組み込み工事がまだ本格的には始まってないことです。一応1平成だけ現在組み込んでますが、まだまだ試運転する様子はなく、まあ一応7月下旬に試運転するらしいですが、これはちょっと本当かは知りません。まあとはいえ、209系が一応このタイミングになったらまた動く可能性があります。今現在おそらく E233 系が普通に余っているために209系を使うまでもないっていう風に判断してますね。ですが一方で、いわゆるこのグリーン車の組み込み工事が始まったら結構運用の空きが発生すると思われるため、多分この209系1000万台はまた運用入っていくのかなっていう風には感じます。まあもしかしたら案外と減便した分があるため、これでもう余裕っていう可能性もあるから断言はいけませんが、まあ、とはいえもしかしたらこの、グリーン車の本格的な組み込み、これが始まったらまた209系の出番かもしれません。ネットとかを徘徊してると結構この209系は、もう引退するんじゃないかとかそういう風に言われてますが、個人的にはバラバラ、高齢者は、確かに今現在は、お昼寝してますが、今後、活躍していく未来が、残ってるんじゃないかなっていう風には感じますね。ちょうど今現在グリーン車も、
でき始めたとはいえ、運用数が209系に対し E233系、余ってますかあれ。一時的とはいえ、209系をお休みさせてるからっていう振り返りました。なんだかんだ高電車尾行士ってこともあり、少なくとも中央線のグリーン車の組み込みが完了するまでは、更新する気なさそうですし、場合によっては更新せずに潰すことも想定してるでしょう。だとしたら普通に209系を GTO のインバータのまま25年まで運行しようと思ったら、やっぱりガンガン運行するよりも必要なタイミングでガンガン運行した方がいいんですよね。ちょうど現在 E233 系も余ってますし、まだグリーン車工事も本格的には始まってないことから、209系が運用入る余裕があっても、あえて E233 系をいっぱい入れて、しばらく209系の運用数を減らし、お休みさせることで25年くらいまで GTO のまま走れるようにしようという風な発想もありますね。走れなければ老朽化が抑えられますし、非常にシンプルな発想ですが、多分こういうことを JR は考えて、後々また運用が増えていくから、ここまではしばらくちょっとお休みの期間として設定したのかなっていう風に感じます。ただ一応 209系の運用距離は増やしておいて、 E233 系が本格的にどんどんグリーン車を導入していくタイミングになったら、増えた運用数を利用してまた209系が補填をするという発想になるかもしれません。しばらくはちょっとこの209系の運用注目ですが、個人的には多分そういう事情で209系はちょっと一旦お休みしてるのかなっていう風には感じました。というわけで皆さんは今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメント等を書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクリビーというタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道ことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報も発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。